どうも今回の舞姫大学特別講義は発信についてですねえー、私はね常々思うんですけどもまあ例えば私のところにお寄せいただくメッセージの中にまあ久保さんは影響力があるんだから慎重に発信をした方がいいよというアドバイスいただくんですよでどういうことかというと私があやふえなことを言うとそれを間に受けて間違った行動をする人がいるっていう忠告なんでしょうねまあそういった趣旨の アドバイスっていうのは何回かいただいたんですけども私はその度に思うんですよそして動画にもするんですよ私の視聴者さんっていうのは誰かの話を鵜呑みにするようなそんなね人ばかりではないよとおそらく私の発信も参考の一つとして明確な意思と選択を持って自分の行動を決めているそういった主体的な思考を持った方ばかりだと思うんですよ ですんで、す例えばね私がね「明日宇宙人が攻めてきましたよ」って言ってもどう信じるかどう信じないかは皆さんそれぞれで決めてると思うんですよ。ですんで影響力が多少あるのはそれは私も否定しませんしきっと発信するってことは少なくとも一人以上の人に対しては影響をするんでしょう。ただ影響する程度なんですよ、ね。完全に支配とか洗脳してるわけではないですしその人の行動をコントロールしてるわけじゃないんですよね。 私なりの考え方をお話してそのための根拠とどうしてそういう思考に至ったかっていうふうなプロセスを自分なりに検証してお話ししてるとその繰り返しが私の動画なんですよね、まあ、そう思うといやいや久保さんはそう言うけどねこうなんじゃないのっていうふうにこうやってアンチテージも生まれるはずなんですよ。えということはね私が何を言っても結局はどう決めるのかは視聴者さん一人一人の明確な意思に委ねられているってことだと思うんですよ。 そして、私の情報だけを取って暮らしているわけではないと思いますんでね、様々な方からの情報を取って、そして発信していると思われます。ですんで、そこまで私は心配してないかなと。ただ、意図してね、誰かを欺く意味で、それっぽいデータを並べて、陥れようという気持ちは、さらさらないってことだけは、何度も申し上げておきたいかなと思います。その上で、今日お話しすることの情報発信の注意点、2点目なんですけども、2点目はですね、情報は常に動いているってことなんですよ。 で情報発信をする側と情報発信を受け入れる側さまざまあると思いますけどもでもやっぱりね受け取った情報の鮮度っていうのはすごく大事だと思うんですよ特に情報は生き物ですからものすごく寿命が短いんですよねもしくは別物に変化していくことがありますバージョンアップという言い方をすればちょっとねかっこよくなりますけどもうん例えば黒だったものが数時間後には白になるってことは結構あるんですよ ですので、その辺も差し引いて、鵜呑みにせずに、どういったその情報に負荷がもたらされているかってことも、計算しながら差し引きながら判断しなければならないってことですよね。まあ、一つの情報が生まれました。その情報を知ることによって、その情報そのものが変わることって結構あるんですよ。えー、例えばね、そうですね。ただいま私が最も取り組んでいるものの一つとして、NFT があります。 NFT は実は3年ほど前にその概念が広まってバブルのように広がった後一旦弾けてるんですよでその市場規模は17分の1になって2022年にもたらされたんですよねじゃあその時点で私は NFT に手をつけました AI アートを通じて NFT に興味を持ちました人によっては NFT は終わったんだって言いますよねでも私としてはどう考えてるかっていうと確かにバブルのように膨らんだものが すごい短期間でドーンと弾けて17分の1になったということはね17分の1になって残った人たちが新しい NFT を構築しているそういうふうな時期なんじゃないかなと思うんですよ、まあ、つまりはわけも分からずに参入してきた人がいなくなって本当に NFT に価値を感じている人とか NFT を活用している、えー、本気の人が残ったんじゃないかなと思うんですよねこれは私の判断なんですよでもそうではなくて本当に終わったと NFT は見放されたからこそ 17分の1になったんだっていう判断も正しいと思うんですよ。実際にそういう人もいると思うんでね。で、私はどこに目をつけたかっていうと、これから自分のビジネスセンスを持って NFT を別の扱い方やもっと掘り下げた考え方をしていけば、この NFT はマーケットを作れるんではないかなっていうので、一旦弾けた前の概念とは違った概念として活用しようとしてるんですよね。 そうなると私の場合は2022年にこの NFT 関連でもうすでに400万円の利益を生んでるわけなんですよ。じゃあたった一人で NFT ってものに去年の6月に AI アートから徐々に参入してそのその都度その都度私は NFT のことをお話ししてきました。で売り上げも少しずつ生まれたことをお話してきました。で年末にまととめてみると まあ正確には今年に入ってからですけどねまとめ見てみると、まあ、400万円近く300数十万の利益を出るわけですよじゃあ NFT に関わってどうだったんですかって考えると私は関わらなかった1年よりは NFT にまあ恩恵を受けてるなっていうんですよでこの NFT が私に利益をもたらしてくれたことを、まあ、少しずつ放送する中でですね参入したい方とか NFT はどのように取り組んでいけばいいのかって方に対してまあ 多少ですすすけどもも指導るるここととががででききようになってきたっててたありますでその一番最初の取っかかりとして AI アート無料で試しに作ってみるそういったアプリを何件かの方にご紹介申し上げてその人たちが AI アートをね今まで絵も描いたことがなかった人があいろんなものを作って楽しんでらっしゃるともちろん楽しんで終わる方もいれば楽しんで深めにハマる方もいるんですよで深みにはまって2手3手進むとそこに NFT っていうものがどうしてもあると。 いうところに行き着くんで私はね急速に学びましたけどもでもそれぞれのペースでゆっくりと手にして興味がない方は別にお金をかけるまでもないでも興味を持った方は多少お課金をね数千円するそしてこれをビジネスにしようと思ったら今度はね数万円とか数十万円単位の今度投資をしていくっていうそういった人もいると思うんですよ、まあ、私なのようにね。 で、私は多少、怪我をしてもいい感じで、どん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 参入するときにお金を突っ込んでしまうんですよね。それはなぜかっていうと、ビジネスにしてるからですよ。常に新しい仕入れを起こして、その仕入れにやっぱり数万、数十万かかることをいとわないわけなんですよね。その代わり、いろんな手がけたビジネスの中で、数百万を産むものを、1個か2個は必ず年間で作っていこうかなと思うわけなんですよ。その一つが、去年は NFT になったかなってとことですよね。はい。で 初年度でね何百万か生まれましたんで今年はやっぱりこう同じようにね何百万か生んでいきたいなと思うわけなんですけどもさあこれからどうなるかなってことですよねまたあかつてのようにこの膨らみ始めた第2期 NFT の成長ブームがボンと閉じるのかそして閉じるとしたらその原因は何なのか各国の規制なのか税制なのかさまざまですよね NFT っていうのはブロックチェーンですからやっぱりね、えー、ICO と同じように、えー 暗号通貨規規制制がが起起ききたように NFT も規制が起きるんじゃないいかななと思いますなんか最近ではね、まあ、NFT とはちょっと離れますけどもゲームするでしょでそこになんかアイテムってのを購入したりすると思うんですけどもそのアイテムにも課税されるっていうね噂が始まったんですよどこまで金取りに来るんだと思うじゃないですかじゃあ NFT もインターネット上のアートだったり音楽だったりアプリだったりっていうものに価値をつけてるわけなんですよそこにも所得税かかんのみたいな。 気ががししてててきまままたねここでで考えながらやってるっるございますそれではあ皆さんのね情報発信はいかがでしょうかいろんな情報を受け取ってそれが変わり続けてるってことも視野に入れながら受け取った時の状態のままずっと等身大でいくってことはめったにないっていうことをね、えー、心に置きながらやっていくとまあ深みにはまる可能性はちょっと少ないのかなと思いますけどもねはいではあ一旦これで放送は終わらせていただきますそれではまた次回。